また新しくないクロームブックが到着しましたので紹介したいと思います。今回紹介するのはこちらですね。レノボのアイディアパッドスリム360クロームブックです。こちらのクロームブックはですね、先日のアマゾンのブラックフライデーセールで、えー、激安のね、24,800円で購入したクロームブックになります。まあこの端末の売りはですね、まあやっぱりとにかくね、セール価格とはいえ、価格が非常に安かったということと、 まあこういったね、安いクロンブック、もう本当に安いものは1万円台からありますけれども、そういった安いクロンブックの多くは結構11インチクラスですね。要は小さい端末が多いんですけれども、この端末は14インチのね、ディスプレイを搭載しているというところで、まあその14インチサイズで比較的安いクロンブックが欲しいという方には、まあ結構お勧めできる端末ではないかなと思います。それではね、えー、端末の方紹介していきたいと思います。 ま、ただですね、あの、新しくないクローンブックって言いましたけど、以前にね、もう娘が、ざっくりと紹介をしているので、まあまあ、あれはちょっとエンターテイメントなのでね、今回は普通にレビューしていきたいと思います。それではね、ぐるっと、まあ、見ていきたいと思います。まず、14インチのサイズということなので、まあ、当たり前ですけど、11インチとかね、10インチのサイズよりは、まあ、一回り、太回り大きいし、まあ、重量的にもね、 まあ持ち歩けないわけじゃないんですけれども、まあ確かにずっしりとくる重さはあるかなという感じです。で、娘もね、紹介をしていましたけれども、ちょっとこのインターフェース関係が弱くてですね、ほぼ片側にしかないんですね。で、タイプ C、えっ、ー、と、USB ですね、フルサイズの USB35 のイヤホンジャックにマイクロ SD カードスロットがあるんですけれども、まあ、Chromebook の中にはね、両側にね、タイプ C のポートがあって、 まあ、どちら側からでも充電できるし、あるいは一つで充電してても、まあ、そのタイプ C でね、まあ、ハブをつけてですね、まあ、他の周辺機器なんかを使えたりするものがあるんですけども、まあ、要は単純にこれ少ないってことですね。まあ、これと、これ、え、フルサイズかタイプ C どちらか使うってことなんですけど、まただ充電してから使うってことになると、まあ、ここが使えないので、まあ、そうするとね、USB 一つしかないんで、この辺の拡張性は、まあ、ちょっとね、少ないかなという感じがします。 ちなみに片側はケンジントンロックだけがあるんですけれども、で、これ地味にね、不便なのは、そういった周辺機器はね、まああんまり繋なげないって人もいると思うんですけれども、やっぱり充電するときにね、やっぱりこういった比較的軽い端末、まあ14インチはもう、まあ、持ち歩かないかもしれませんけど、ただやっぱ電源取るときに、まあこっちからこう持ってきたりね、こっちからこう持ってきたりするんですけど、 やっぱり片側しかないと、この端末の場合は、えっ、ー、と、こっち側にしかない、こちら側にしかないということなんで、こちら側から来たときは、ちょっとこう取り回さなきゃいけないんですね。これが、まあちょっとしたことなんですけど、意外と不便なんですね。本来はここから来てズボッと入ればいいし、こっち側からだったらこっち側から来てズボッと入ればいいんですけど、まあ本当にちょっとしたことでここを回すっていうのが、まあ意外とコードが短くてね、こうパンパンに貼っちゃったり、まあ意外とそういう細かいところが取り回しが悪い、まあ使いにくいっていうところになるんで、 ま、これはね、やっぱりね、ちょっとしたことなんでね、両側につけてもらいたかったなという感じはします。で、この端末はね、そのディスプレイが大きくていいんですけれども、まあ、いわゆるそのね、フリップ型というか、ディスプレイが1回転してタブレット状態にして使えたり、まあ、テントモードにして立てて使ったりすることはできないですね。まあ、いわゆる本当のノート PC 型といいますかね、クラムシェル型しか使えないんですよ。で、さらにこのね、まあ、これは娘も言っていましたけれども、ディスプレイがね、こう、ここまでしか開かないんですよね。 まあ、通常のノートパソコン状態であれば、まあ別にいいかなっていうところありますけど、ただやっぱりこうね、タッチ操作ができたり、タブレット的に使えるっていうところを考えると、一応開いてくれた方が、やっぱりね、タブレットにはならないまでも、こういったね、デスクにベタッとつけて、 ま、例えば手で操作したりとか、アプリを操作した,りしたりするのができるんで、そういった部分で言うと、一応ベタっとついてもらいたかったなっていうところがあるんですけど、残念ながらこれはね、ここまでしか開かないんですね。で、外装の方はですね、もうこれは本当にもろにプラスチックという感じです。まあ、高級感は特にないですね。まあ、安いノートパソコンっていった感じの仕上げになっています。 で、ちょっと映像では、ああ、わかりますね。一応ここ2トンになってるんですね。ちょっとこちらの方が触った時も、まあ考えた、あ、触った時も少しこうボコボコしてるような仕上げになっていて、まあシルバー一色ではなくて、うっすら2トンになってるということで、まあこれは結構ね、まあおしゃれかなと思いますね。で、一応ここにね、ロゴ、ロゴが、レロモものロゴがあって、ちょっと映像でもわかりますけど、ちょっとレインボーっぽくね、えー、なるんで、 まあまあ、これも、ちょっとした、ああ、シャレっケとしてはいいんじゃないかなと思います。で、主なスペックなんですけれども、価格ね、24,800円で、SOC の方はメディアテックの MT の8183ですね。これは安いクロームブックにはよく使われている SOC ですけれども、まあ、あの、娘もね、言ってましたけど、ファイヤータブレットで使われているものと同じものになります。まあ、基本的に性能はあまりよくありません。で、RAM ですね、えー、メモリーの方は4イトストレージは6 4イトになっています。 ま、この辺の構成もですね、まあ、安いクロームックはだいね、いえー、ま、この程度かなと思います。 ただね、先ほども言いました通り、この端末がいいところは安くて、まあ性能はね、他のね、ものとそんなに変わらない。だから科学的に見ると、まあ妥当なね、端末なんですけれども、まあ特徴といえばさっき言ったディスプレイですね。ディスプレイが14インチになっていることと、あとこの解像度が一応フル HD なんですよね。で、昔の14インチの安いものっていうのは HD ガスのものもあったんですけども、この端末はフル HD で、解像度的にはまあ結構まあ普通ですね。えー、普通になっていて、 それで、あと IPS 液晶なんですね。本当にね、昔の安い Chromebook は TN 液晶のものがあったんですが、特にレドモのね、TN 液晶っていうのはあまり品質が良くなかったんで、評判良くなかったんですけど、この端末は一応ね、IPS のフル HD という解像度になってますんで、まあ画面が大きくはなっていますけれども、その辺もね、非常にまあ綺麗に使いやすく見えるんじゃないかなと思います。 それではね、早速立ち上げていきたいと思います。もうすでにね、娘がセットアップしてますし、私もすでにあの、アカウントを入れてますので、えー、もうセットアップ終わってるんですけども、まあ、Chromebook ってよくね、あの、起動が早いって言われてますけれども、こういった、まあ、本当にね、Chromebook の中では一番下のクラスの Chromebook でどの程度で立ち上がるか、まあ、実際にね、えー、これ開けるとね、そのまま起動しますんで、まあ、ログイン画面までどのぐらいかかるか見ていきましょう。せーの、スタート こんな感じですね。まあこれが早いのか遅いのかっていうところはね、まあいろいろ意見があると思います。まあ皆さんが使っているパソコンと比べて早いとか遅いとかね、Windows と比べて早いとか遅いとかっていうのあると思いますけれども、まあでも2万4000のパソコンということを考えれば、まあそんなにもっさりはしていないんじゃないかなと思います。で、Chromebook のね、もう一ついいところなんですけど、今ね、これ2つアカウントが出てますけれども、まあ当然これ Windows もできますけどね、まあマルチユーザーと言いますかね、マルチアカウントに当然対応していますので、 まあ、こちらはね、娘のアカウントなんですけれども、まあ自分がね、えー、ちょっとこれを紹介するにあたって自分のアカウントね、入れたんですけれども、まあこんな感じでですね、当然1台のパソコンを複数人で、ね、複数のアカウントで使い分けることができますんで、まあお子さん用にね、買ってあげるっていうのもいいですけども、もちろんお子さん用にするっていうのもいいし、まあ家族用でね、えー、お子さんのアカウントを作ってあげて、 まあ、使い回しが効くっていうのがね、まあ、なかなか、クロームブックのいいところじゃないかなと思います。で、基本的にやっぱりね、クラウドベースで使う端末なので、そのローカルにそんなにデータをね、残さないので、まあ、そういったところもね、こう一緒に使うっていうところでは、まあ、使いやすいのかなと思います。それではね、今度はね、ログイン画面から、まあ、デスクトップって言いますかね、まあ、クロームブックの場合、なんて言うんでしょうね、まあ、ホーム画面っていうのかもしれませんけれども、まあ、一応その画面がね、出るまでどのぐらいかかるか見てみましょう。パスワードの方はもう入力してあります。 せーのどん、ドンはい。まあ、こんな感じですね。まあ、結構ここまでは早いんじゃないかなと思います。それではね、クロー b ブックでは重要な、まあ、更新期限一応確認していきましょう。娘っ子はここに触れなかったですね。えっ、ー、と、この端末の更新スケジュールは2028年の6月までとなってますんで、まあ、安いクロー b ブックであればもう十分なあ長さですね。十分な期間更新されますんで、 ま、あ価格考えてもね、全く問題ないと思います。えっ、ー、と、ディスプレイの解像度は一応フル HD ということですけれども、デフォルトの表示サイズは 1536×864 というものになっています。ま、あこのね、解像度で今、このぐらいのサイズということです。で、もちろん、これはフル HD なんで、もっと下げることはできますね。えっ、ー、と、ここか。これでネイティブですね。1920×1800、あ、0 8 0ですね。 まやっぱりちょっと小さくなりましたけれども、まやっぱりアイコンとかもね小さくなっちゃったけど、まあ見れなくないかな。14インチだから、まあ若い人だったらこの状態でも使えるかもしれないですね。私の年齢だとちょっと老眼で厳しいかもしれない。これがですね、今フル HD で、えー、Yahoo Japan のトップページを表示させてる状態です。そうですね。やっぱり若い人だったらこのままの解像度でもいけるかなっていう感じしますね。ちょっと字は小さいですけど読めなくはないですね。 ま、拡大すれば当然見えますけど、ただ拡大しながら見るじゃんあんまり見ないんでね。まあ、なので、老眼の方は少し調整した方がいいかもしれないですね。これがですね、端末のデフォルトの状態に解像度を戻した Yahoo Japan のトップページですね。まあ、やっぱこっちの方が見やすいですかね。あとですね、今までね、あの、クローンブックを紹介してくる中で、まあ、当たり前すぎてあまり紹介していなかったんですけれども、クローンブックはですね、あの、Google アシスタントも利用することができます。 ま、それでは実際にちょっと起動してみたいと思いますけれども、まあ、一応、OK、ニョロニョロっていうキーワードいますんで、もしかしたらお近くのデバイスが反応してしまうかもしれませんのでご注意ください。OK、Google。山梨県甲府市の天気を教えてください。現在、甲府は気温54度、曇りです。今夜は気温50度、曇りでしょう。バイデン大統領の最終学歴を教えてください。 ジジ・ョー・バイデンはカレッジオブ・ロえっと、キーボードの方はね、まあこんな感じなんですけれども、まあ14インチサイズなんで、まあこの幅とかはね、特に問題ないと思うんですけれども、まあクロームックの多くはやっぱりその海外モデルをまあ日本版にしてるというところもあって、ちょっとキーボードがね、窮屈だったり、まあ無理やり押し込んでるところがあるんですけれども、 まあおそらくこの端末もそういった端末になっているんではないかなと思います、まあ、例えばこれシフトキーですけど、まあ、こっちもおそらくこれシフトキーだと思うんですが、まあ、それを2つに割って、まあ、無理やり、ね、キーボードを押し込んでるっていう感じじゃないかなと思いますあとここもそうですね円マークすごくちっちゃいんですけど、まあ、本来はこれが1つのキーボードっていいますかね、まあ、ボタンだったんだと思うんですけども、まあ、それを2つに分割して、まあ、日本語キーボードに対応させているというものになっているんではないかなと思います で、レドボのね、キーボード、私が持ってる端末っていうことになりますけど、大体似たような感じになっています。結構、まあ、浅いって言いますかね。で、平らで結構。 ペラペラしてるって言いますかパチパチしてるっていうか。まあ、これは本当に好みがあるんで何とも言えないんですけど、個人的にはこのキーボード好きなんで、まあまあ、この辺のね、ちょっと窮屈さもありますけれども、キーボード自体は、まあ毎日使ってれば、まあそれなりに慣れてしまうので、個人的にはそれほどね、こだわりがないので、まあ別に問題ないかなと思いますけれども、まあこだわりがある方々がすると、まあちょっと使いにくいというのは、まあ、c h r o m e 全般にですね、こういった無理やりのキーボードっていうのは存在するんで、 まあ、クロームブックだけじゃないのかな。Windows もやっぱり海外モデルなんかを持ってくるとこうなってるのかな。まあ、ちょっとその辺がね、Windows のパソコンってあんまり持ってないんでわかんないんですけども、まあ、キーボードはそういう状況ということですね。で、最近のですね、クロームブックはですね、まあ、これはもう有名な話ですけれども、もう最近っていうかもう随分経しますかね。あの、Android アプリがね、一部動くようになっています。で、これは Google Play Store なんで、まあ、ここからね、好きなアプリをダウンロードして、まあ、利用することができます。まあ、ただあくまでも、 android アプリの一部が動くということで、やっぱり Chrome OS なんでね、Android OS でありませんので、まあ、ちょっと不具合があるアプリとか、そもそもインストールできないアプリなんかもありますんで、その100%ね、まあ、互換性があるというわけではありませんので、まあそこはですね、あんまりこう期待して使わない方がいいかなと思います。で、さらにこの端末はですね、先ほど言いました通り、そのタブレット型にして使えないので、要はこの立てたね、状態でしか使えないので、 まあ正直そのタッチしてね、アプリを使うっていうのもそんなにこう使いやすくはないと思いますんで、まあこのね、端末においてはあんまりその android アプリを使うメリットっていうのは少し少ないのかなと思います。まあそれでも大画面でね、例えば画像の編集とか、まあそういったアプリなんかはどうしてもね、クラウドサービスだと限られてきますので、えー、結構便利なね、画像編集アプリなんかもありますんで、そういったものを使いたいという方には、まあそういったところでね、アプリを使うメリットっていうのはあるのかなと思います。 もちろんですね、ゲームとかもね、まあ一部インストールできると思いますけど、そもそも性能があんまり高くないし、まあこの状態でゲームやるっていうことなんでね、ちょっとタッチでゲームするっていうのはなかなか厳しいんじゃないかなと思います。 こちらの端末はですね、一応スピーカーがね、ここにありますね。で、安い Chromebook とか、まあ、Windows のパソコンもそうかもしれませんけど、なんかこう、底にね、こういう底のところについてたりするのもありますけれども、まあ、一応ここに、この端末はね、ついています。で、当然ステレオスピーカーに対応していて、まあ、左右の鳴り分けも確認しましたけど、ちゃんと対応していますので、まあ、一応、ちゃんとステレオスピーカーになっているということです。まあ、ただ音質はですね、まあ、当然安い端末なので、まあ、その辺はあまり期待できないかなと思います。 えっと、YouTube の方でね、今、フル HD の60フレームの動画を再生してみましたけれども、まあ、通信状態が良ければですね、全くカクつくことなく再生が可能です。ディスプレイはフル HD の IPS 液晶ですけれども、どうでしょうかね。まあ、普通にね、見る分には問題ないですし、まあ、そもそもそういった高品質のディスプレイとかですね、高品質なスピーカーとか、まあ、いわゆるその高級な端末ではありませんので、まあ、この辺は、まあ、見れればいいかなという部分なので、そういった部分では十分だと思います。 一応視野角。まあ、こんな感じですね。まあ、よくはないとは思いますけど。まあ、別に正面からね。ま、あクラムシェル型なんで正面から、あこうやって見る分には全く問題ないと思います。今回は、レノボのアイディアパッドスリム3 6 0クロームブックというね、えー、Amazon のブラックフライデーセールで購入した24800円の激安のクロームブック紹介させていただきました。ま、あディスプレイサイズが14インチでフル HD に対応しているということで、 ま、価格が24,800円であれば、まあ、今日ね、ちょっと使ってみた感想ではそんなに悪くないかなと思います。やっぱりディスプレイサイズがね、えー、大きいので、えー、ブラウジングで調べ物をしたりですね、えー、書類の作成とかですね、やっぱりそういったところでは画面が大きい方が、やっぱり使いやすいし、作業しやすいと思いますんで、まあ、Chromebook でそういった使い方をしたいという方には、まあ、結構お勧めできる端末かなと思います。で、さすがにですね、今 Amazon ではですね、あそれはブラックフライデーセールで24,800円だったんで、 まあ今は3万1000円とかね、そのぐらいの価格で販売をしていますので、逆に3万円超えてきちゃうと、まあちょっと高いかなというところもありますんで、やっぱり2万4800円とか、まああるいはですね、レロムのアウトレットコーナーの方では未だにですね、2万6100円で売っています。ちょっと高いね、えー、そのブラックライデーセーに比べてちょっと高いですけれども、まあそれでも2万円台半ばで購入できるということであれば、まあまあ割り切って使うね、実用品の端末としては別に悪くはないかなと思います。 で、これもですね、今、在庫50点というふうに書いてありますけれども、前見たときやっぱ80台ぐらいあったんでね、そんなにこう、めちゃくちゃ売れてる端末ではないんですけれども、まあ、それでもぼちぼち売れていますし、えー、先ほど言いました通りね、もうすでに新しいモデルが、まあ、あのー、販売されていますんで、まあ、在庫限りで終了になる可能性もありますんでね、 あの、まあ、新しいモデルの方が当然性能もいいし、えー、価格もその分高いので、まあ、安くて、まあ、簡単なね、そういうような書類作成とか、ブラウジングとか、YouTube 見るとか、そういった使い方であれば、まあ、このぐらいのね、スム、クロームブックでも十分使えますんで、えー、割り切って使う端末としては結構お勧めできる端末だと思います。ということでね、今日はですね、娘用に購入したね、クロームブック紹介させていただきましたけれども、まあ、すでにね、娘が一度開封動画といいますかあ、動画上げてますんで、まあ、おそらく私の動画の方が、 まあ圧倒的に視聴回数は少ないとは思いますけれども、まあそれでもね、えー、一粒で二度美味しいといった感じでね、一つのガジェットで、まあ二人でレビューすることによって、えー、動画が2本作れるというところは結構メリットがあるかなというふうに思いました。はい、今回は以上です。